こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。このチャンネルではダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。またダイエットに関する無料のメールマガジンを配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。メールマガに関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますのでチェックしてみてください。今回は夜に絶対食べたい痩せる夕食ベスト3というところで、ダイエット中の夕食で絶対取ってほしい食材について話をしていきたいと思います。具体的な内容として、まずはじめになぜダイエットにおいて夕食が大事なのかっていうことについて話をします。その上でじゃあ痩せるために夕食では何を食べればいいのかっていうことについて3つ具体的な食材を挙げて解説します。今回の動画を見ることによって夕食の重要性が分かるだけでなく、夕食にはどういう風な食材を使えばいいのかっていうことまで理解できるようになります。もし今あなたが夕食をいろいろ考えてやってるんだけど、なんか痩せない、夕食って何食べればいいのって悩んでるっていうのであれば、必ず今回の動画を最後まで見るようにしてください。では早速内容の方に入っていきます。まずはじめになぜダイエットにおいて夕食が大事なのかっていうところなんですけど、まあ一般的にはダイエットで夕食が大事な理由っていうのは、夕食を食べ過ぎたら太りやすくなるとか、夕食は脂肪に変わりやすいから少なくした方がいいとか、多分そういうことだと思うんですけど、正直ですね、そういうのははっきり言ってどうでもいいんです。そうではなくて、夕食っていうのはもっと違うところでダイエットに関わってきます。でまず知っておいてほしいのが、朝であろうが夜であろうが結局1日のトータルカロリーが変わらなければ太りやすさって変わらないんですよね。例えば1日のトータルカロリーが2000キロカロリーだとしますよね。でその時に朝食を500キロカロリー、夕食を300キロカロリーに抑えた人と、逆で朝食を300キロカロリー、夕食を500キロカロリーにした人、同じ2000キロカロリーであれば正直痩せやすさ太りやすさってのは変わらないんです。ただですね、夕食が大事なのって何かっていうと、夕食って食べ過ぎてしまいがちなんですよ。でこれはなぜかというと、人間ってのはですね、夕方になればなるだけどん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 判断能力ってのが落ちてきます。まあ当たり前ですよね、仕事でストレスがあったりとか疲れたりしてるので冷静な判断ができなくなるわけです。なのでそうなると夕食って食べ過ぎてしまいがちなんですよ。でしかもそこにアルコールなんか入ってくると食べる量が増えてくるので、量をたくさん食べてしまいやすくなってるんですね。なので夕食ってのはですね、結果的に量が多くなってしまうっていうだけで、トータルのカロリーがそんなに多くなければ別に夕食をしっかり食べても太ることはないんです。といっても大半の人は夕食って食べ過ぎてしまいがちなんで、食べるものとか夕食の食べ方っていうのは結構注意しないといけないわけですね。で夕食のですね、食べ方に関しては詳しく説明した動画のリンクを概要欄に貼っていますので、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ夕食が大事な理由っていうのが、睡眠の質に影響してくるということです。例えば夕食を太るからと思って抜いたらお腹空いて睡眠ってうまく取れなくなりますよね。寝不足になってしまうと次の日っていうのはホルモンバランスの関係で食欲がめちゃくちゃ乱れてしまったりとか、代謝が下がってしまったりするわけです。この睡眠に関してはですね、夕食がめちゃくちゃ重要になってくるんですよ。で夕食をおろそかにしてしまうと睡眠の質が悪くなってしまって、結果的に次の日食べ過ぎてしまったりとか、そういう風な状態になりますので、まあ、こういう風な意味で夕食って大事なんですね。じゃあ食べ過ぎを防いだりとか睡眠の質を上げるためには、夕食にどういう風な食事を入れていった方がいいのかっていうことなんですけど、夕食に絶対入れてほしい食材ってのが主に3つあります。まず1つ目がお米です。え、お米？夕食に炭水化物食べていいのって思った人多いと思うんですけど、はっきり言って夜に炭水化物食べても太らないです。むしろ炭水化物を抜いてるせいで太ってしまってる人って多いんですね。でさっき言ったように、まず睡眠の質を上げるためにはですね、夕食で糖分を取っておかないといけないわけです。でこれなぜかっていうと、寝てる時にですね、睡眠の質を下げる大きな要因として夜間低血糖ってのがあるんですね。夜間低血糖ってのは寝てる時に血糖値が下がってしまう状態です。で血糖値が下がってしまうと、血糖値を上げようとして体を興奮させるホルモンが寝てる時に作られるんですね。でそうなると悪夢を見たりとか噛み締めが起こったりとか中途覚醒が起こったりして睡眠の質が下がってしまうわけです。でその夜間低血糖を防ぐためにまずやってほしいのが、夕食でちゃんと糖分を取っておくということなんです。あのですね、皆さん血糖値とかインスリンとか気にしすぎて、血糖値を上げなければ上げないだけいいとか、インスリンが出なければ出ないだけいいと思ってると思うんですけど、そんなことは全くなくて、適度に血糖値を上げたりとか適度にインスリンを分泌するってことはダイエットにとっては結構重要なことなんですね。なので夜にお菓子をめちゃくちゃ食べるとかアイスをめっちゃ食べるとか、そういうのはまた論外なんですけど、普通に夕食でお米を食べるとか、夕食後に何かちょっとデザートを食べるとかであれば糖分は取った方がいいですので、そこは気にしないでください。そしてお米っていうのはですね、炊くとその中に水分が含まれてますよね。で水分量が多いものっていうのは満足感がめちゃくちゃ高いんです。なので夕食でちゃんとお米を食べると、夕食後にそわそわして何かお菓子を食べたりとか、そういう風な余計な感触がなくなりますので、夕食はお米っていうのを絶対入れてください。であんまりお腹が空いてない時にダイエットしてると、お米とおかずだけを選びがちなんですよ。
お腹が空いてないからお米は抜いておかずだけにしようっていう人が多いんですけど、ですね、この選択間違ってます。そういう場合っていうのはおかずを減らしてお米をちゃんと食べてください。そっちの方が間違いなく痩せます。なのでとにかくですね、夕食はできるだけお米を優先して食べるっていうことをやってみてください。そして2つ目が果物です。果物はまた糖分って思うかもしれないですよ。しかも果糖って中性脂肪に変わりやすいんでしょ、太るんでしょっていう人が多いんですけど、果物食べてもまず太らないです。で、果糖がですね、確かに中性脂肪に変わりやすいっていうのは事実かもしれないんですけど、そんなもんですね、普通量果物を食べて太るかっていうとまずありえないんですよ。私の経験でもですね、果物を食べ始めて太った人なんかまず見たことないですし、そんなに太るって言われてるほど果物を食べれてる人ってほぼ見たことないんですよ。どっちかというとダイエットしてる人って果糖を避けすぎて果物が少なすぎる人って多いんですよ。で、果物ってですね、水分がたくさん含まれているのと甘みがやっぱりあるので、結構食事の満足感を高めやすいんですよね。なので夕食の一部として果物を入れたりとか、食後のデザートとして果物を入れるとかすると低カロリーで満足感が高くなって、結果的にトータルカロリーが下がりやすいんですね。なので夕食に果物を入れれるのであれば、ぜひ果物を入れてみてください。そして果物の食べ方に関しては概要欄に詳しく説明した動画のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。そして最後が汁物です。汁物もですね、これかなり食事の満足感を高めるんですよ。で、お米の時にも話したように、食事の満足感を高める大きな要因として水分量というのがあります。で、汁物を食事の一品としてつけるだけで食事の満足感ってめちゃくちゃ高くなるんですよ。で、夕食の時にですね、もう何でもいいんです。インスタントでも何でもいいので、とにかく汁物をつける、ポタージュ系が好きなのであればポタージュ系でもいいので、汁物をつけるだけで食事に対する満足感というのがめちゃくちゃ高くなります。汁物をつけると他のおかずが少なくて済んだりとか、食後の間食がなくて済んだりして、結果的に食べる量が下がるんですね。なので今まで夕食で汁物をつけてないのであれば、あなたが好きな汁物っていうのを夕食でつけてみてください。今挙げたお米と果物と汁物、この3つを夕食でつけるだけでかなり夕食の満足感は高くなると思います。で、中にはですね、タンパク質取らなくていいのっていう人もいると思うんですけど、これら3つをつけた上でタンパク質をつけるっていうことをやってみてください。ダイエット中みんなタンパク質優先しすぎなんですよ。はっきり言って、夜にタンパク質取りすぎたら睡眠の質が下がるっていうのも言われてるので、夜はタンパク質よりも炭水化物とか汁物とかそういうものを優先して取ってもらえると痩せやすくなりますので、もし今まで夜はお米は太るから炭水化物は太るからって抜いておかずばっかり食べていたのであれば、今回の動画を機に夕食のメニューってのを考え直してもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、では今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったら、ぜひいいねボタンをお願いします。また動画の中で分かりにくかった点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガをほぼ毎日配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。また Twitter やインスタ、ブログなどの SNS でもほぼ毎日情報発信していますので、こちらもフォローお願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。ではまた。